にちは、りんです。今日は9点で頼んだブルピンちゃんのシーグリが届いたので紹介します。おまけで韓国海苔が入ってて笑いました。彼もおまけです。リサちゃんがついてきました。かわいい。これはデジタルコードメイキングが見れるやつです。デジタルコード付きを買ったのでウィバースの特典もついてきました。かわいい。ジシちゃんとジェニちゃんで、裏側、うわかわいい、リサちゃんとロゼちゃんです。推しはロゼちゃんです。ロゼちゃん大好きですね。これもウィバースの特典が一緒についてきました。めちゃくちゃかわいい。ジェニちゃん、かわいい。ロゼちゃん、めっちゃかわいい。リサちゃんです。めっちゃかわいい。ジェシちゃんのビジュが最高ですよね。裏はこんな感じです。次これ開けていきます。なんかめっちゃ汚い、めっちゃ汚い。なんか開けた跡がある。絶対これなんか一回開けてそうだよね。ちょっとかわいい。もう見た瞬間絶対買おうって思いました。かわいすぎて。めっちゃかわいい。裏側も、はい、デスクカレンダーですね。3月からあります。かわいい。もう早速飾ります。これこれからトゥードゥーリストです。めっちゃ使うわこれ。トゥードゥーリストっていろいろ使えるから意外にいいんですよね。この BTS のアーミーメンバーシップについてきたのも結構使ってます。これも、あ、もうめっちゃ外れてるじゃないの。後でくっつけときます。かわいいね。付箋タイプのメモです。これポストカードっぽいね。めっちゃかわいい。かわいい。なんかかわいいんだけどさ、ここなんかめっちゃ色移りしてるの残念。手にもつくのかなってぐらいレトロっぽいコンセプトがかわいいですね。はい、ステッカーかわいい。これもこのまま収納します。うわめっちゃ可愛い。ジスちゃんえぐくないですか。ビジュロゼペンだけどこれ飾りたいですね。めっちゃ可愛い。ジェニちゃん、可愛い。ロゼちゃん、あ、リサちゃん、コンセプトがめっちゃ可愛い。お姫様だよね。裏もこんな感じで可愛いです。はい、次フォトカード、トレカ。これが、これはなんかよくわからないステッカー。かわいい。めっちゃかわいい。なんかレトロっぽいから若干ぼやってる。かわいい。マジかわいいでした。リサちゃん、こんなにトレカつくのめっちゃいいですよね。早く収納したい。裏もめっちゃ可愛いです。次はフォトブックですね。パラパラ可愛い。もうこれ後でじっくり見るけど可愛い。でもやっぱジェスちゃんめっちゃ可愛い。これやばい。もうちょっとじっくり見たいけど後でじっくり見ます。
ほんと買ってよかったこれ。ほんと届くの遅かったけど。あとはノートセットですかね。マジかわいい。もう使えないやつですねこれ。2つ入ってました。で最後にポスター、カレンダーポスターみたいなのが入ってました。かわいい。サマーダイアリーが届いたので開けます。やっと届きました。これも20日ぐらい待ちました。待って、ちょっともう見えたんだけど、特典が YG 特典が一緒に入ってます。かわいい、やばい、かわいすぎ。はい、推しのロデちゃんでした。嬉しい、これ欲しかったんですよね。もうこれ欲しくて、もし入ってなかったらメルカリで買おうって思ってたので嬉しいです。なんか2枚入ってました。で2枚目はじゃん、お、ジェニちゃんだ、めっちゃ可愛い、最高、普通にテンション上がった。はい、あとステッカーが入ってました。これは特典、ショップ特典かもしれないです。はい、サマーダイアリー2形態買いました。これはビデオキットみたいなのが入ってるみたいで、開けます。かわいい、小さい、はい、思ったよりコンパクトです。わー、かわいい、ジスちゃんとジェニちゃんと、かわいい、リサちゃんとロゼちゃんです。かわいい、収納していくのが楽しみですね。はい、マグネット、もう姫って感じで本当に可愛い。使うことのないだろうステッカーです。もったいなくてね、多分使えないですね。可愛いんだけど。でこのキットを買った目的がこのポストカードです。このポストカードが可愛くて、もうほぼほぼポストカード目当てで買いました。可愛い、ロゼちゃんいます。可愛すぎるよ、これ一番お気に入り、可愛い、はい、リサちゃんも可愛い、この髪型本当に似合って可愛すぎてめっちゃ好き。可愛い、ポストカードスタンドですね。私はお気に入りのこのロゼちゃんをちょっと飾っておきます。これがなんかメイキングが見れるビデオキットですね。かわいいですね、もうこれだけでもかわいすぎる。2ついるかなと思ったんですけど、買ってよかったです。これは、はい、次はこっちの DVD の方を開けていきます。こんな感じです。これがDVD ですね。フォトブック、メイキングフォトブックみたいな、かわいい。この中に多分ランダムのトレカが入っているので、いきます。せーの、じゃん、あ、ジェニちゃんだ、かわいい、前髪ありのジェニちゃん。このケースもめちゃくちゃ可愛い。わあ、もう最高。はい、コースター、作業するときにコーヒーとか飲むので使います。はい、パラロイドです。可愛い、ジェニちゃん、ロゼちゃん可愛い、このロゼちゃん欲しかった、可愛いですね、リサちゃん、ジェニちゃん。これも多分2種類でランダムで多分入ってるやつですね。かわいい。
はい、フォーカットフィルムフォトですね、とステッカーです。わー、でかい。これもフォトブック、めちゃくちゃ分厚いです。パラパラーとめくるとこんな感じですね。ピンクピンクして可愛いです、めっちゃ。とうちは入ってた、サマーダイアリーだからね。あとは、はい、マウスパッドみたいなのが入ってました。可愛い、あ、買ってよかったです。ちなみに目代わり使って買ったのでちょっと安く買えました。もう机の周りが可愛くなっちゃって、はい、3つ開封しました。またこれ収納するのが楽しみです。ちなみにもうこれに収納するって決めてて、もう準備しています。このピンクに可愛く収納する予定です。また収納動画は別に出そうと思ってます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。